で本日は高山先生の連続講義の3回目となりまして、本日のテーマは壁と柱、囲うことと支えること。今まで第1回第2回と大変素晴らしいお話をお伺いいたしまして、とっても楽しく興味あるということで、建築以外の方でもとても分かりやすかったと大変にご好評いただいております。小山先生に関しましては皆様もよくご存知と思いますけれども、裏の方にチラシの裏に小山先生の素晴らしい業績をこちらに書かせていただいております。こちらの時間の関係もありまして全てご紹介することできませんので、こちらの方をご覧いただきたいと思います。それでは早速先生にお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ長雨の後のせっかくのいい天気の日に皆さんお集まりいただいて大変嬉しく思っておりますが、今日も変わった話は何もない、当たり前の話をするというのが今回のテーマです。でそれは前最初の時も言いましたけど、建築は当たり前の生活、当たり前の場所に根ざして、行われているものですから、もちろん先端も必要でしょうし、革新も必要でありますが、時々当たり前のことに考えを戻すことも必要だろうというふうに思っておりますので、今日はまあ1時間ちょっと、そういうのんびりした時間を持つぐらいのつもりでお聞きいただければと思います。当たり前のことをもう一遍考え直す、そういうことの3回目で、前回は屋根のお話をしましたが、今日はそれを支える柱と壁っていう話です。いやまたそんな幼稚な話をっていうふうに、お考えの方もいらっしゃるかもしれないが、まあちょっと聞いていただけます。これ、これが本当に気に入らないんだね僕は。チョークで描きたいんだけどね。もう世の中いつもほとんどこれになってる。抵抗しがたい。ですけど、スライドはここにあるので嬉しいんだけどね。でもこれ使います。下手な字になるのは僕のせいじゃないよ。これのせい。壁。これはもう子供でも誰でも分かる。柱は支える。壁は囲む。まあ囲む要素で。これはこれまで。というかね、むしろ建築の面白いのは、建築の言葉は一番日常的な言葉だっていうところです。ですから何を説明したって言ったら、柱っていうことを説明しようとすれば、意外に難しいかと思うんですけど、言葉でも分かる。建築の言葉はそういうこと。ですから、例えば世の中で使う例え話とかね、そういうものの例にいかに建築の言葉が多いか、それはみんな分かるからです。でよく建築の議論を数学の言葉を使ったり哲学を使ったりする人もいる。それも悪いとは言いません。そういうことをしないでも、要するにみんな誰でも基本的に分かる世界がに足を根ざしているのが建築。柱は何かって子供だって言ったら壁も何か。前回お話した屋根を支えているものは柱から壁です。しかし壁には住むっていう。働きも柱より少し違うかもしれない。まあこのぐらいは誰でも分かるし、日常生活において柱っていうのをいろんな例えに出てきますね。彼はうちのサッカーチームの柱だ、あるいはうちの会社の柱だ、建築家協会の柱だっていうのはそれ一番大事な中心の働きしてる人だってすぐ分かるんです ね。うちのおばあちゃんは家の大黒柱だっていうのはそれもよく家族をしっかり支える、真ん中にしっかり立って、色が黒くて太い、こういう、まあそういうことも全部ある。ですから柱っていうのは何か、基本的に人間の頭の中にそういう物事の中心にあってしっかり支えるっていうことの例強く出てきます。あるいは言わなくても分かるわけですね。サッカーでも今この頃ポストプレーって言いますが、ポストっていうのは言わなくなる英語の柱っていう。攻撃の中心になって敵のディフェンスが攻めてきてもグラグラしないで球をキープしてちゃんと的確に球を出す役目がボスだと。今の全日本のチームは僕もサッカー好きで見に行って、例えばホンダとかそういう役割をするそれを次に
矢野選手が誰なのかというような議論になるのはそういうことですね。ポストがいるわけです、ね、そういうことです。で今回のやつのところにいいその、解説文っていうのは書いてくださってます。そこ今ワイン持ってきた日高さんだけど、日高さんも書いてくださったところにもあれですよね。柱っていうのは例えばあれですよ、神様は一柱二柱で、これもやはりそういう非常に重要な存在というものです。今あんまり軍人の話をすると怒られるけれども、昔国のために亡くなった人はみんな一柱というもの、これもみんなそういうことでしょう。これは世界中共通ですよ。キリスト教でも、一番最初の、イエスを支えた10人の弟子はみんな柱となって全部教会の中に建てられるのが基本です。皆さんも教会いらっしゃると大抵12本の柱があって、それに12人の柱の人が持ってある。それも教会を支える柱だと、もうみんな共通です。言い出したら聞いた。壁もそうです。壁も僕たちを包む一番の基本、言うまでもなく建築は壁、他のいろんなものがありますが、もちろん屋根も上をそこそこ覆う一つの大きな要素でありますが、壁がまず足を囲んで一つにする。この頃はね、あまり壁が当たり前になりましたから、むしろ壁っていうのは悪者に使われる場合が多いですが、それは壁にとって申し訳ない。古代の、古代史、この頃僕もちょっと暇んていう古代史の古代史がね、僕たち高校の頃に読んだこと全く変わりましたね。昔四大文明って言いましたが、今あんまりそんなこと言わない。むしろメソポタミアがいい、そこから全部チラバッと書き換えられてますね。やっぱこれ世界一つなんだということを思いますが、これちょっと脱線ですが、それを見ますと壁を築くっていうことが古代の文明として基本的だったということがよく繰り返し出てきます。あれを作らない限り文明はなかった。すなわち外界と自分たちを作る。そこで一つの秩序ができ、富が蓄積されるね、で共同生活ができ、共同のルールがその壁の中で守られる。壁の外にはそれがないわけです。壁の外から蛮族が攻めて、それを守るっていうのが壁です。今ね、そういうのは古い物語を読むと、壁っていうのはいかにそういう大切なものとして書かれているかっていうのは、ちょっと今日と違います。僕たちの今身近であるところで言いますと、旧約聖書の物語は、その一番文明の先、メソポタミアのところでたくさんの部族が争ってた時代が書かれていますが、いかに壁を称賛しているかというのがよくわかります。壁を神様は私たちに与えてください、私たちに壁のところに平和を作ってくださいっていうようなことを何遍も歌で歌うのはそういう、それも壁というのも本質を示すでしょう。付け替えてこの頃壁は大体ワンモンだね、キャンペーンも壁を外す、壁をなくす、壁を取り払おうと、みんなこうです。壁も申し訳ないよ、壁にもいい壁と悪い壁がある。悪い壁は取り外さないし、で国境というのは大体悪者になりますが、だから悪い国境の作り方もあるし、悪いその、扱いもありますが、しかしこれは別にあんま国境でも慣れきてる、国境がない時代にどんなに凄まじい戦争が起こってたか、国境で一つの区切りが作ったのが人間の知恵です。やがてどうなるか分かりませんよ。メソポタミアを作ったあの国のシリアが一番今なんてヨーロッパっていうあの辺境の蛮族のいたところに流れるっていうのは大変ないろんなの変化になったと思いますが、その扱いの細かいことはこれは現在の問題ですから僕は触れることはできませんが、しかし国の境っていうのは一つの秩序を作る、やがてなくなることはあるかもしれない、でも永遠になくなることはないかもしれない。人間の個性っていうものがあって、ある個性が文化の秩序でもいいですよ、生活でも一つの安心をもたらすためにある区切りがいいですね。それが何らかの形で消えることはないんじゃないかという気もします。でそれはちょっと話が広がりますが、壁はそういうことで囲むと同時に守る、隔てるっていうこともあります。そういうこともあるというあたりが日常的な、ですから柱は確かに僕たち のイメージの中で柱は支えるということで、例えば力とか意志とか、あるいは秩序でも何でもあります。
そういった諸々のことを大体表現し、こちらが堂々と立っている、こちらそういうものを大体イメージします。ですから後でいろんな例をお見せしますが、柱が一番担う一つの表現はそういう力とか意志とか強さとかっていうことを、いろんな、歴史上の例の中で一番担う、ポストプレーをやる役になる。これは、例見れば当たり前だとしたら、壁はどうかというと、これ囲みますから、壁っていうのはなんかこう人間の輪郭を隔てるっていうこともありますが、壁は、テニスの壁打ちもそうですが、壁にぶつかると跳ね返ってくる。ですからこちらこちらは金とかありますが、サッカーもそうですね。フリーキックもらうとディフェンスザーッと並んでゴールの前に壁を立てる、ね、で自分たちのゴールに蹴り込まれないように壁を作る、いい壁を立てる、あれも壁が出てきます。守るもので普通こうですが、柱は大抵1本で立つことはまず特別な記念碑とか、の場合以外はない。柱は常に集団で立ち、これも人間に似てるんです。柱は常に一本で立つことがない。ある時はモニュメントになる、あるいは廃墟にたまたま立ってるから、柱は常に集団で立つ。これも面白いんですね。列柱になる、柱はこう列柱になって続いていく、でこれはこの壁の柱と壁のいわば両方の力を持つわけで、列柱っていうのは建築の中でカラー建築が始まって面白い、いろんな列柱ができる、いろんな囲み方で、この隙間の開け方でいろんな区切り方ができるっていうので、ここからいよいよ建築家の面白い世界が始まるわけで、一歩立てるときはそれも面白いということで、で列柱っていうのはつなぎ遮る、いろんな程度で遮るっていうのがいろんな面白い、日本の場合でも世界の修道院の会合の専門家が教会、そういうものをいろんな区切り方でいくから、もう無限に面白いよね。でこの中をざーっとこう建築が移動するっていうような見方もできるんじゃないかなっていうのが今日の話の一番の簡単な話なんですが、これも当たり前って言えば当たり前ですが、当たり前のことを、そういう形で見てみようというのが、ついでに、今日の最後のところまでそこまで話がいくかどうか分かりませんが、こちらが力だとすると壁は何かね、何か行こうとか守られるとか、例えば属性としてはね、静けさとか、そういろんなものが出てきますね。お母さんに抱かれると子供にとってはこれは包まれる壁でしょう。母の懐に神のところに井戸、壁を私たちに与えてくださいっていう聖書の祈りなんかもみんなそういうところにつながりますね。ですがだんだんこれもっと壁がふにゃ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 したこう膜みたいなものもあるね、被膜っていうか、でさらにいくとこれはもう点々点々みたいなバラ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 で、これは後で、最近の建築にとりわけ見られる、壁が分解されてバラバラになる、石の壁だって細かく切ると木もみんなバラバラに属して作る、これは世界的な一つのやり方ですが、これね決して、ね、不思議なことでもない、もう歴史は何年も繰り返されている周期で、それは後でちょっと証明します。しかしこういうことがありますので、ちょっとそこに入る前にちょっと復習を、記憶の中の復習をして、僕の好きな柱を何本かお見せします。見ていただくと、言うまでもなく、
俺もと若い時、フィルムが本当にないときに一日かけて撮った写真が本当なんていい写真が撮ったんだよ。まあ、分かって、あの上消えませんから。まあ、これ改めて説明することもないでしょう。あのギリシャの一番初期の堂々としたあの柱です。ドリス式の柱で、それもいろんな段階がありますが、これは一番初期のもので、あるのはイタリアの南にありますが、パイストゥームというところに、もう力強い柱、ありがとうございます、いい柱で、これが柱っていうものを支える。しかも面白いのは、人間もそうです。支えるものっていうのは必ず何かに支えられてるわけです。僕たち考えてください。自分一人で立てるけど、柱がどっしり立つために基壇が、基壇がしっかりしてなければどっしり立つ。で、柱は何で立てるんですか。何のために。その上のこれはアバックスとかそういう、まあ、中東っていうものを支えてる。で、中東は梁を支えてるっていうので、建築の構成っていうのは物が順々になってるっていうのをまず一番示すのは柱です。で、つながる。これこれです。あのイタリアの南にあるアイスツールなんです。おのおのとしてこれは柱が、あの中東のマスを支えて、それからエンタブラジャーを支えて、そして、上のペリメント屋根を支えている。屋根の木造はみんな起こってますが、ギリシャの建築は、後でお見せしますが、もともと木造ですから、だんだん石も変えられる。屋根は左右まで木造ですから、どちら、まあそういう、これも支えられる。なおかつ柱が並んで建物全体を囲む。中心にあった、像やそれから壁はもうなくなってます。しかし列柱は残って囲む。ローマに行きますと、あのローマは、実際に支える役を壁の方にだんだん移しました。アーチのある壁なんですしましたから、あのこれは今修理してばっかりやってますが、周りの柱は実は自立して囲んでるから、だんだん被曝に近づいてるんです。で柱も1本ずつが細いプロポーションになるでしょう。あのそして円形で包むという形をよく示しています。まあ、あの、古典的な柱でもそういうわけで、そういう、広い意味でね、ギリシャから始まった古典的な様式の柱は、まあ一言で言えば西洋の建築の歴史を貫いている一番大きな要素ですから、言い出したらキリがない。あの時間いくらあってもあれですから、キリがない。一つだけそれを面白く使った例を挙げるとすれば、トーマス・ジェファーソンの建築のところです。ご存知の方も多いかもしれない。ご存知ない方もおられるかもしれない。これはアメリカの18世紀それから19世紀の初めに活躍したアメリカの大建築家のトーマス・ジェファーソンという建築家、そのトーマス・ジェファーソンという私の、日本語ではジェファーソンという建築家で、それの他で聞いたことあるなって思われると思います。それはアメリカの第3代の大統領、なおかつアメリカの独立宣言という、あの本日でも残る名文を起草した人がこのトーマス・ジェファーソンで、彼は独立を成し遂げた後、アメリカの3代目の大統領になって、3代目で断定安定してきたわけですけど、その時彼が一番大事に思ったことは、国はこれで安定した、まあ安定してないけど、少なくともイギリスから独立した。次に大切なのはないけど、彼は建築だって思ったんです ね。国を支えるためにはいい建築がなくちゃいけない、ヨーロッパの真似をしてるだけじゃいけないっていうことで、彼は自分が建築家になった。今でもアメリカの建築家協会は、まあ、今はちょっとどうかわかんない、僕がいる頃は毎年、一番アメリカにとって好きなだったかな、大切だったからかな、なんていう建築と建築家の投票をしてますが、連続ザーッと常にトーマス・ジェファーソンが第1位、あのそしてこのバージニア大学の建築が建物として第1位 で、それはまあアメリカの国の建国、国を築いたということで結びついてるんだろうと思います。これそれだけじゃないんですね。この柱が擬人的にね、アメリカを支える
大切な人間を育てるっていうイメージを建築にしたんですね。一番中心にあそこにあるのは図書館です。ザーッと立派な連中と列柱に囲まれたペディメントがあって丸い図書館がある。そこから両側にね、今こっち左側に伸びてくるときがありますと、こう腕のようにねザーッと列柱で包まれた教室と学生の宿舎が伸びてるわけですね。でそこで学生は寝泊まりし、なおかつ勉強する。素晴らしい建物なんですね。今見ても本当に心はなんかさっきも言ったけれども、高められると同時に休むっていうか、いい建物です。これ好きになるの当然だと思います。建築的な要点を言いますとね、これもともと自然にあるこういう敷地をそのまま段々にして、で両側のところもちょっと食い違ってるようにね、整地なんかしない、だん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 にこう落ちてくる。で特徴はこうです。こうちょっと見せるようにします。ザーッていくでしょ。そしてところどころにこういう高い列柱があります。でこれ2階建ての建物で、で先生は教師はこの上に住む、ね、そして生徒はこの小さい柱のこっち側が学寮です。まあ、当時は全部寄宿学校でしたから ね全寮制ですから、共同生活するっていうのが基本ですから、それが後ろにある。でその重なったところが教室だと、まああまり理屈的にうまくできずに言ってるんだけど、そういうことで先生ね、でそのデザインは一つ一つ、これ両側に十いくつこう両側に片方に5つ6つだったかな、こうパビリオンって言ってますか、並んでって、これ一つを見せてますが、デザイン全部違うでしょう、ね、でそういう形でずっとして、これが先生の住居で、ここが生徒が住む、ここは教室、要するに重なってここは教室で、デザインがいろいろで、これがその中楼の下を例えば見ますと、ここに、いろいろごちゃごちゃ置いてるのはちょっと学生が自分の荷物を置いてる、ちょっとくつろぐ椅子を置いてきてるっていうようなところがあって、これが前の庭になってるということで、柱を擬人的にね生徒と先生にまあ例えてる、それも分かりやすいんだけど、でそれが重なり合って、しかも囲んでね、手をつないで一つの大きな中庭を囲んでるっていう、その関連がとても分かりやすいわけです。でしかも生徒のものはこう低いもので実に親しみやすい感じを作る。先生のあそこに力と意志を示すっていうね、まあここも古典主義的な意味付けの実に分かりやすい例ってことなんですけど、まあそういう例です。で彼は他のものもやりましたよ。政治的にはこれはバージニアの最初の州のステートキャピタル、州の議事堂ですね。でもこれ古典主義で堂々と作った。でこの時代はアメリカの建国の時代は、イギリスの様式、イギリスの、まあ、中世の様式が大体一般的だったので、彼にとってはこれは国際様式だということなんです ね古典的な様式、イギリスの様式じゃない、アメリカはイギリスの植民地じゃないというのをこれでまあ示したわけで、まあそういう時にもこの柱はとても分かりやすかったということでしょう。まあそれが飛びますか。そういうことでアメリカは今ワシントンはもうほとんどこの堂々とある古典主義の柱で埋め尽くされている。アメリカのキャピタル、議事堂っていうのは常にこれが出てきて、これの基本設計もトーマス・ジェフソンがやったんですけど ねでこれはもうちょっと嫌なくらいにもうアメリカの力を誇示している。でこうなりますと人間も同じで、あんまりクラシック体があるやつでねあっても、あんまり俺がやったっていう人間は大体嫌がられるね。柱もそういうとこが出てくるわけで、もうこうなってくるとどうかっていうことですが、国家主義の時代にはもうこれかこれかっていうのが出てくるのがいっぱいちょっとあって、日本ももういい柱はキリがない。まあ一つ挙げるのは難しいですが、やっぱ東商大学のこの前の歴史っていうのが一番バランスもよく綺麗で、今度修復されましたからね、これは修復される前のものですが、いつ見てもいいね、綺麗で。それでさっき言った古典主義、つまりギリシャ・ローマの柱って言ったことは全くここでも当てはまるわけで、堂々と並んで立つ、それから
支える屋根を支える柱、梁、それを支えるもの、ね、これギリシャので言えば中東キャピタルと言ってるものですが、それもちゃんと受けて支え、受けて支え、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 支えて最後のものを支える、まるでこう本当に文字通り、分かりやすく見事な形にしているわけで、鎌倉時代になるとそれはもっと強烈になって、これは東大寺の南大門ですけど、これも歴史で流れると同じように、これがもう13手先まで1手2手3手4手5手6手とここに数えますから、そのぐらい支えていくわけでしょ、ね、これなんかもみんな力を合わせて支えてるっていう、ことを表現するものとして誰にも分かりやすい、しかも安定をこう視覚的にみんなに見せてくれるわけですね。建築はあまり難しい絵や彫刻みたいに説明しないで見れば、ああ力強いな、安定してるな、そういうことが分かったですからね。古い建物は基本的にみんなそうなっている。そして回廊が出てくる。これは法律ですね。で 全体を包む。全体を包んで一つの特別な領域を作る。今日法隆寺は誰でも入れますが、お金取られている。昔は聖職者しか入れなかった、教会と同じです。ですからやはりそこで、いくつかの区別が行うわけですが、その中でそれゆえに持っている一つの静かな世界がある。これお隣の国またいいのがあるんですね。これ白井聖地がね、見てね、パルテノイゾンだって言ったって有名な建物、お隣の国の歴代の議長の王様と家族を祀った僧侶っていうですか、これはお墓なんでね、あれ、ちょっと普通のお祈りの場所とは違いますが、この列柱の美しさは確かに群を抜いて綺麗だなって僕思いますね。ちょっとお目にかけて、ナスヒジキも日本と考え方は同じ、形がちょっと違いますね。ね、違いますが、組み立て方は同じ。タヌキの考え方もちょっと違う。考え方と形が違い。しかし考え方は同じ。まあ日本の東洋もいろいろあるということで、日本の本土を神社に見ますと、もう言うまでもない。これは伊勢神宮の 胸を支えている柱でありますが、柱を、どんなに神聖なものにしたか、大切にしたか、これは僕は繰り返す必要もないでしょう。それは形にもよく出てる。残念ながら正面から見えないんだけどね、脇に回ってくるとちゃんと見えるようになってます、脇まで行かないともったいない。で、そういう時代の柱、あるいは柱を立てるっていうことで、ね、まあ、どんなに強い意味を持ってたか、これは十分想像できるわけですけれども、今日でもそれをはっきり残している、これは日本ですね。これは諏訪神社で、柱を立てる儀式、壮大な壮麗な儀式がありますね。ご存知だと思います。御柱っていうのは、ね、あるいはそのお祭りのことは御柱祭って呼ぶようですけど、まあ普通は御柱と御柱、これを切り出してきてそれを立て起こす。でこれはもう完全に古代のその柱に対するそのみんなの共同の作業をずっと今日に伝えてるわけで、その意味はとても大きいなって思いますね。で、立て起こす、でこれは、今日の尽力でありますから同じでありますが、昔、西洋でも日本でも横になっているものを縦にする、で柱が立つ、それによって得る新しい力っていうものがどんなに人々の心に強くこう働きかけたかっていうのを今でも示している素晴らしいものですね。
これも皆さんよくご存知でしょう。でそれは言うまでもなくこういう時代の記憶です。記憶っていうことじゃないです。そういうあれが自分の体の奥にみんなの中にあるわけで、ですからそれを見ると僕たちは心が揺さぶられる。中にあるんです。中になければ何も揺さぶられない、ね、そういうもんかっていうだけでしょう。でこれはこういう縄文の時代のあるいはそれ以前からの人間の営みのずーっと今でついているもので、それが柱っていうものによって継承されているところです。でちょっとついでに言いますと、ここにずーっとこれ壁と環壕っていうお堀が掘られています。これは壁です ね。縄文時代も日本は城塞都市はなかったんだと普通簡単に言いますが、そう簡単に言わない方がいいだろうってこの頃の新しい古代史の人は書いていますね。やはりこれも当然壁を作らない限り、初めに豊かになった人たちはたちまち略奪されちゃって、それをさらにリファインしたり高めたりすることができないので、必ず守る必要が出てくるわけでね。そうしないと文明は成熟していかない、日本は立派な環壕と柵を作ってそれを防備していた。それを忘れちゃいけない。平和な時代と戦争の時代があるっていうのは実に安直な考え方で、平和と戦争は常に同居してるんですね。で人間の心の中と同じだと思う。全く平和な人間いないでしょ、ね、全く喧嘩ばっかりしてる人間もいないでしょ。しかし人間は心の安らぎと争いとってもどうしても常時持ってなくちゃいけない。当たり前のことだなと思います。でこういう高い学術的な柱で持ち上げたものと同時に、常にこういう土の中に穴を掘った、で上に屋根だけかぶせた家があった縦穴住居ということですね。でこれも当たり前で、これももう中学校の歴史で全部出てくることで、この中に入ると、高い床の中の上に登った時と違う。もし今登った中に入ってできますから、実際体験することができますが、全く違った空間がありますね。ね、ここはまさに壁で包まれた静かな安らかな、あるいは暗い陰鬱なっていう言い方もあるかもしれない。まあその言葉は文学の方に任せますが、ザーッと、ね、それからこう上に行った世界とっていうのは常に同居してるって、同居してたな。これ吉野ヶ里ですけどね、佐賀県の行くとそう思いますが、それは他のどこ行ってもみんなそう。前回プエブロをお見せしたから、もうプエブロはやめますが、例えば古代のローマ、ギリシャと並んでヨーロッパのこの北の人たちも同じなんですね。でこれはヨーロッパの古代の古典文明、ギリシャ、ローマの文明が北までずっと行く前に、今のヨーロッパの北の方、まあ、具体的にはフランス、それからイギリスに住んでいた人たちがいます。どういう人かよく分かんない、まあ、その人たちに続いていたのはケルト人です。今のアイルランドの人たちですけどね。そのケルトの人たちの、これは有名な遺跡でありますが、タラの丘っていう丘ですが、でケルト人はキリスト教に改宗する前、まあ、今のアイルランドの人ですけど、その前はドルイド教っていう原始的な宗教を信じていました。今日ではアイルランド の、 小説だとか絵の中でドルイド教を思って非常に評価して書くのが増えていますが、やはり彼らの心の中にとても強いと思いますね。アメリカでもケルト人がアイルランドの人はドルイド教の話を書くのが多いですが、まあ、これはとにかくドルイド教の聖地で、1年に一遍ドルイド教の人たちが集まった、僧侶たちが集まった有名な丘です。でここに大きな石が立って、まっすぐだし、ね、これはタラの丘っていう丘です。タラの丘ってどっかで聞いたことあるなと思われると思いますが、風とともりに参入の有名な南部の荘園があったでしょ。映画のところで全部その家が滅びて、あれの時にあれビビアニーがなんかこのタラを私はもう一回作り直そうっていう有名な場面があります。タラはこれです、ね、私たちがカトリックアイリッシュですから、そのタラの丘がいかに親切なものかっていうのをここに
したわけで、まあ、日本人にとってはあんまり特別な意味もしませんが、アメリカにいるアイリッシュにとってあのタラっていう名前がバーッとなるわけで、これがタラで、これがタラで、ここに立っているのは実はこのタラの丘の上でアイル人のキリスト教への宣教に、宣教に成功した場所っていうことで、キリスト教にとっても一つの、特別な場所になっているんですね。半分作り話もいろいろ多いらしいんだけどね、あのセントパトリックってはここで大論争をして説得して、アイルランドの人は情熱家で単純ですから、まあ、単純と言っていけない、分かった、これでこれからキリスト教になると一緒になって、一緒にみんなキリスト教になったということになってるんですね。でこれはこの場所です。まあ、今回その話はどうでもいいですが、まあ、それは2つ多分いずれにしてもここでお話したいのは、ケルトも柱を立てた、立てたんですね。ですから彼らはキリスト教になって修道院を作っても、その他の西ヨーロッパの修道院と非常に違う修道院を作ってますが、一番の特徴はね、何だかわけのわかんないものを建てる。ザー、これは一本の石じゃないんですよ。石を積んで建てる。で真ん中にこう登る階段がありますが、まあいろんな何の目的だったって理屈はいろんな つけた本が出てますが、単純に言えば僕は建てたいから建てると、それだけでも ね、なんかこういう丘の真ん中に何かこう建てた、ちっちゃい石を積み上げて作ってるって、そういうもので、え、一本の石で建てられないもっと大きなものを作って建てたかったんだ ね。でこれを建てるでしょ。でその下に、しかしそれだけじゃ済まない、必ずもう一つ縦穴住居がいる、ね、まあこれはその中の一つでありますが、こう石を積んだ深い洞穴みたいなものを作る日本の高い床の建物と、あるいはこう上にそそり出す橋だと、下に包まれる穴蔵のようなものと、これはもともとあると、そういうふうにここでも言えるんじゃないかと、まあ言えるっていうか、まあそれは見えると思いますね。 で今日でも時々これは古典主義から来たのと、それから昔のそういう柱と両方の根っこがあると、まあよく説明されたりしますが、例えばイギリスのトラファルガーのスクエアに立っているネルソン提督の柱、まあ、これはまさにそういう柱を国のいわばなんか力と権力と成功と、あれのために建てた、まあ恐ろしい柱だ ね。ネルソン提督はこれでスペインの無敵艦隊を破って世界を支配したイギリス帝国主義の下で、普通だったらこんなものを早く撤去しろと隣の国がなぜ言わないのか、日本だったらすぐ謝って撤去すると思うんだけどね、まあこういうとこは違いますね。今でも堂々と立ってる、でこれは言いたいのは、まあ、そういう柱の伝統っていうのはいろんな形で屈折しながら今にも来てるっていうことですが、なんか大きな話を解きながらお話してしまった要点だけはうまく伝わるといいと思ってるんだけど、柱とそれから包まれた建築空間っていうものは、そういう見方で言うと人間のどんな文化の出発点にも2つのなんか極みたいにあるように見えてくるんです ね。でこれは19世紀の有名な歴史家にして教育者、フランス のビューレル・デュックっていう大、学者にして、歴史の復元をやった人、エコール・ド・ボザール美術学校の革新を行ったビオレル・デュックっていう建築家がいますが、これが教科書で人に描いた有名な絵です。学生に対して諸君って、人間の建築はどんな世界の文明をとってもこれが始まりです、こう言ったわけですね。はい、面白い絵です。でこれはまさに柱を束ねて壁を作っている、列柱と違いますが、そういうことで、確かに見てみますと日本の縄文式であれ、それから今日はもうちょっと時間のためにさっき外しましたけれども、もうあちこちに出るものはある意味ではみんなこれに還元されるような形に思っています。マビオル・デュックが言いたかったことはそういうことですが、ここに柱と柱をつないで壁を作る、これ一緒につないでいます。これが彼の言い方は、ちょっと、まあ、
今日大学の講義じゃないから簡単に飛ばしますが、全ての人類の住居の源論とかという理解です、ね、そういうもので、でこれを見ますとね、うんうんと確かに細かい議論をし始めたらキリがないと思うんですが納得するわけで、例えばこれはローマ時代に書かれた建築書がありますね、ウィトル・ウィウスっていう建築家がなんとローマの終わりに建築書っていうのを書きました。そして日本では、昭和の初め頃ですかね、京都大学の有名な、森田圭一先生が立派な訳書を出されて、今もどこでも手に入りますが、ウィトル・ウィスの建築書っていうのが、彼のその本の中で建築の始まりについて論じていますが、これはですね16世紀にドイツでできた本の中に付け加えられた挿絵です。ですからビトルスが描いたわけではありませんけれども、森田先生はねこれがとてもいい絵だったんでそこに採用されているので僕そこからコピーしましたが、これまさに2つを示してます。穴を掘って住んでいるもの、まあこういう突っ立てみたいなもの、それから柱を組んで作っているものね。要するに柱、穴を掘ったものと柱を立てたものっていうものが建築の始まりであるというふうに説明している、これも細かい工学的な議論を言い出せばいくらだって異論を挟めるでしょうが、建築の仕事をしている僕たちの一番基本的な理解にはまさにぴったり の理解ですね。で、これはもう一つの教科書、これも有名な教科書です、これも有名な教科書で、最初の日本の明治の建築家たちは大抵この教科書で勉強したと思いますが、ウィリアム・チェンバーズっていう人のイギリス人が、まあ、これは、18世紀の末に19世紀の初めでしたかね、書かれた有名な本で、日本でもすぐ明治に翻訳が出て、ですから、日本の明治の初期の建築家辰野先生もこういうのをみんな読んで勉強した本だと思いますが、そこで書かれている建築の始まりという有名な絵です。でこれはウィリアム・チェインバースは有名な古典主義者の建築家で、古典主義のこの柱がこの家から発達してこうなって、そしてこうなってこうなったと、そしてこういうところの細部は全部こういうところの細かい建築のこのディテールですね、組み物ですね、でも収まりが装飾になったんだという説明です。個々の一つ一つが正確に対応してないとかなんとかいう異論はいっぱいありますが、しかしこういう説明の大筋はとても納得できます。ギリシャのこういうところはこの柱のこの今で言えばこれが柱でこれが桁でしょ、桁の上にたるきを乗せましたね、このたるきの端っこがこの出てくるこういうものです。それからこういう押さえるためのまあマスっていうのはこれがキャピタルですというようなことを説明していますが、これも大きく言うと包まれた形と支える形が最初の2つにあるということが分かります、ということでちょっと明かりをつけていただけますか。で、まあこれが大雑把な復習、建築士の復習でありますが、今日僕はお話したいのは今のようなことを見て、反省しますと、ここからがだいぶドブダーも入ってくるんだけど、こういうことが言えるんじゃないかっていうふうに思うんですね。これ建築に限らず僕たちの頭の中には何か深いこう僕たちを突き動かすある種のイメージがあり、イメージの元って言ってもこれはいろんな深層心理だとか、それから、
なんていうか先入概念だとか偏見だとかあの歪みだとかいろんなことで言われますが、それをまあ否定的に言うか肯定的に言うかは価値の判断ですけど、人間は理性的に覚えることの他に僕たちを突き動かす何かがある。これは昔からあるわけで、建築にもあるわけで、まあ、いろんな捉え方でできますが、今のようなことから言うと僕は2つに言えるんじゃないかと。その前にその何て言いますかね、今僕は、いろんな言葉を早口で言いましたが、そういう深い人間の心のある一つの原因イメージみたいなもの ね、それはまあどういう言い方をすれば納得できるかっていうとなかなか言えないかもしれませんが、まああるっていうことは皆さん納得していただいていいでしょうね。あの心の底にあって、それから何かそれ僕たちがそれに突き動かされる時に理想にもなるし、時にはそれが僕たちを金縛りにもしたりするけども、何かあるわけですね。どの文明の中にもある。で人間はずっと来た。で建築の中にもそれがある。というふうに考えますと、それが今言った話半分繰り返しですけど、一つは柱ですけど、まあ建築の場合ですから鉄柱がある。もう一つはまあさっきの名前から言うと、あえて言うと洞窟、柱が立つ。僕たちが住む空間っていうのはこういう柱が立ってできるんだっていう、こういうのと、そうじゃもう一つなんかこう不思議な、この中に僕は座っているっていう、まあ、こういう二つのなんかイメージが一つ両極にあるっていう風な見方もできるんではないかっていうことが後の後半のお話ですよね。でこれをどういう言葉で言えばいいかなかなかうまく言えない、ね、まあいろんな言い方ができますが、まあ形のもとにあるんだから姿っていう言い方をしたらいいだろうっていうようなことを僕に言った友達もいますが、姿っていうのもねやはりなんかちょっといやどうも分かんない、なんかいい言葉を思いついたら言ってください。で僕は仮にあんまり外国の言葉使いたくないんだけど、イドラと呼びました。でこれはもうああって思われることもあるかもしれませんが、17世紀のイギリスの哲学者が人間はイドラっていうものを持ってそれに絞られてると、ね、彼は4つのイドラを言いましたが、まあ、これは建築ではないですから、もっと広いものですけどね、ですからそれをまあちょっと借りることにしますから、借り物ですから許してね。でもこのイドラっていうのはね、これこう書くとこういうことで、ラテン語でイドラっていうのはこれはね象とかあるいは偶像とか、姿形とか、まあ、こんな形とかね、理想とかこういうのが混じったものです、ね、理想とかあるいは偏見とかね、プレジュデイス、まあこういうものごちゃまでというぐらいの気楽なもので使いますから、もう学問的に考えないで、ね、でもなんか言葉がないと後の話がうまくいかない、ね、イドラがある僕たちの中には、ね、で建築もそれが突き動かしてきた、こういう考えです。でこれは語源的に言うとイドラってのはラテン語です、ね、象っていう意味です。でこれは英語になるとアイドルです。こうなるとハンハンって言うでしょ。テレビタレントで秋葉原の女の子のアイドルとか坪選手のアイドルはこれです。ただアイドルって使えばいいんだけど、アイドルってなってたらなんか秋葉原の女の子とかテレビタレントとかそういうのになって言葉、日本語はもうなった瞬間に別の言葉になりますからね、だからちょっと使わないので、まあこのこれ言った人はフランシス・ベーコンですよ。フランシス・ベーコンっていう人、これはまあ中学校の僕の孫の教科書を調べたら中学生の教科書に出てるから、まあ使わせてもらってもいいかっていうところです。え、まあどうでもいいんだけど、フランシス・ベーコンっていう人が使った言葉、イドラはですから、それを使いましょう。まあ今言ってる意味はこういう意味です。ですから何か僕たちの心の中にある
まあ、まあだから今の日本語で言うとアイドルっていう言葉だとちょっとあまりにもね、あれだからこれはいいやね。別に本当はラテン語だったらアイドーラでもいいんだけど、まあイドラと呼んでいますからイドラとしましょう。記号だと思ってください。これプラスでもマイナスでも X でもなんでもいいんだけどね。まあさ、でそういうのが、で列柱のイドラっていうのが一つあるんですか。列柱のイドラっていうのがあるんじゃないか。洞窟のイドラ、これはフランシス・ベーコンも言ってるんだけど、これは別な意味ですから、ちょっと別に。すなわち建築のもとに列柱っていうイドラがずっと歴史を動かしていると同時に、もう一方で洞窟のイドラっていうのがあって、それを建築を作る力という両二つが働いて、でこれが一つの様式も作り、一人の作家も動かす。例えばコルビュジエは非常によくわかります。この両方のイドラを持ってるっていうのは僕の言わせればね、まあ、そういう見方ができるんじゃないかっていうことで、一人の建築家の中にもこの二つのイドラがうごめく、まあ建築家だけじゃない、全ての人間の中にあるわけだと思うんだけど、そうある。だから歴史の中にもある。で歴史は動く、歴史が動くというか様式が変化していく。古典主義からずっと変化する、またゴシックという様式が生まれてゴシックがずっと変化する、ルネサンスができてまたザーッとバロックロココっていう風に動いていく。これ古典主義が生まれる、ザーッと来て古典主義が近代建築、モダニズムができる。でモダニズムがまた今日どういう状況になっているのか、そういうものは大きく言うと、このこれからこれに、でまたこれに、で段がこうひら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 今最近ちょっとある理由があって、新国立劇場のコンペ大盤っていうのは詳細に検討する機会があったんだけど、その中の半数以上はなんとみんなひらひらぐにゃぐにゃだね、ね、うん、なんで一挙にこう世の中がなったのか、うん、まあ、こういう低級の話はこの建築家協会の高級の話の時にはしませんが、そういうもののうごめきの一つが あると思います。ですからあとのとこ、あと30分ちょっと多すぎて残ったとこちょっと見てください。まあまあそういうものが見えるんじゃないかっていうのが今日の、せっかくの転居をしてきてくださった皆さんに対してです。ですから、まず古典主義ね、古典主義はさっきもちょっとお見せしましたように、堂々としたギリシャのこれさっきお見せした体質ですか、ね、でそれはローマにの建築の規範になりますが、はい、でこれはフォロロマーノってローマの一番広場に立っている有名な神殿の前面の残っているところで、でこれは確かに背も高く大きいですから、ローマの権力を示す、堂々として力も示しているということも感じられるでしょう。だけど柱が華奢になっているということも分かると思いますね。ね、ローマは全てではありませんが、大きくはギリシャに比べて華奢になりました。でギリシャ自体も実はヘレニズムの時代にずっと華奢になった、ヘラヘラと、ね、でギリシャの中でもそういう繰り返しをし、ローマもそういう繰り返しをする。でさらに言うとこうで、こうなりますね。でこれは一体何だ、このふにゃっとしたのは、これはローマの終わりの方のハドリーナヌスの別荘のこの池を囲む列柱であります。まっすぐじゃ気に入らないですから、なんかこのふにゃふにゃってやった。でこれはもちろんハドリーナヌスは世界中を支配して旅行した建築家大皇帝ですから、いろんな世界の面白いものを撮ってきたわけで、まあそういうものではありますけれども、しかしその好みを撮ったということがそれを示しています。何このふにゃふにゃふにゃって、柱も細いでしょう。でドリス式の堂々としたものじゃなくて、このコリト式の華奢なものに変わっていく、そういうものが一つのこの華奢なものへ、弱々しいものへ移っていく、そういうものを示しています。あるいはさっきちょっと言いましたように、人間でも
堂々としたものを尊敬するものよりも、物を備えるのもっと優雅で優しい人、うん、女性もたくましい男よりも、なんか格好のいい、丁寧で親切で、身だしなみのいい人がいいわっていう方に移るっていうことと、まあ大体似たような一つの傾向ですね。はい、で、見ていただきたいのはこれです。この奥に、一つ大きな洞穴があります。これもいらっしゃった方多いかもしれないですか。これは彼ハドリアヌスがここに別荘を作る、ローマの郊外にあるハドリアヌスの別荘ビッラ、ビッラアドリアーナです。その奥にローマ時代の最初、あるいはギリシャからかな、ある不思議な洞窟があるんですね。でここにもともとのそこの土地の神様のお祭ってたところがあった。でハドリアヌスはそこを大切にして、こういう洞窟を大切にしたわけです。ね、列柱の奥にありますね。でこの奥、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないけど、これね、半球のゴールドの向こうに穴が開いてて、そこからパーッと光が落ちて、面白いのがありますね。面白いと思った人が何人もいましたが、20世紀の初めの方に、本当に面白いと思った一人の男がいた。で彼はこういうスケッチを描いた、ね、さっきのこの部分ですか、ね、ビーダ・アドリアーナ・ティボリ、オクトーバー1910 LC、 今でもル・コルビジェです、ね、でル・コルビジェは、出発点は非常に古典主義に惹かれた。ですからその前にこのアートかな、ギリシャに行って、ギリシャの柱のアクロポリスの古典的な柱のスケッチもいっぱいしてますが、その前に彼はこれをちゃんと心惹かれた。でここから光が入ってるの面白いねってね、入ってくる。これは表のところになるんですね。で光の入るところについての、はい、光が入ってくるこの穴だとかっていうのを描いてる。まあ、ね、でこれが言うまでもなくっていうか、言うまでもなくてご存じの方もいらっしゃる。コルビジェは一方で、初期のコルビジェはピロティっていう、全体を支えるたくましい柱の造形っていうものに非常な力を注ぎましたが、心の底でビラ・ハドリアーナ、心を惹かれたようなこの洞窟のイドラが彼の中にもちゃんと動いていた。でこれは彼の晩年に大きく吹き出てくるわけで、まあ、これも僕の解釈です、ね、これです。この形、ここに入ってくる光の形、これは彼がティボリで描いた形です。で彼はそういう洞窟のような、しかも洞窟に上から光が挟み込んできて、だんだん暗闇の中に消えていく造形をこのロンシャンの教会堂で作ったわけです。ちょっと彼だけここに飛び入りをさせますが、まあこれもコルビジェという個人がそういうものを受け取ったっていうのは個人の中にあったわけですけどね。で受け取ったっていうのはもう一つ投げてきた人がいたわけで、投げてきた人は古代からのその伝統の中にも列柱のイドラと洞窟のイドラが2つ共存したあるいは戦ってたっていうわけで、そういうのがあったっていうことです。これは僕後のお話のもう大テーマで、もう結論はそれだけで、繰り返しになりますが、様式の中もそれが突き動かし、個人の作家、まあ、全ての作家って言えるかどうかこれは分かりませんが、あるいはそれをどう取り台出すかは個人によって違うでしょうが、人間っていうものは常にそういう2つの力の中にある。飛んで中世に行きますが、この間のね、ロマネスコだなって言ったらみんな同じことが言えるんですけど、初期の、初期のゴシック堂々と立ちますね。で柱と言えないけど、手前に必ず塔をそびえ立たせる、奥にもそびえ立たせる。これは初期ゴシックの大傑作。ゴシックとしてはまだ不完全でありますが、パリのノートルダムです。それだけに
この力強い、あの列柱のイドラが非常に強い。で、あの同じように初期のシャルトルの大聖堂もその柱のたくましさのイメージはとても強いです。しかしながら、あの古典主義と違うのは、これは控え柱ということで、控えてるわけですね。で、外側に立ってるわけで、あの外側から支えてる。これがゴシック の古典主義と違うところですね。まあこれはいろんな説明ができると思いますが、いずれにしても、初期のゴシックは控え柱でも堂々としている。とりわけシャルトルは実際にあのたくましい、まるでこれ自体が一つの城壁の都市みたいに見えるような感じもします。中に入るとこうです。板橋はどこにあるんだ。これシャルトルじゃありませんけどね、後期ゴシックになりますと、ほとんどこの柱、物を支える力強い柱っていうのは消えてなくなります。ゴシックはほとんど被膜のようになって包むだけになる。これはもう一番最後のゴシックの花です。あのサンテ・シャペールっていうフランスの中心パリにあるあのゴシック後期の傑作でありますが、まるで建物は薄いレースで作られているみたいに見えます。外側から見てもそうで、これはサンテ・シャペールじゃありませんが、最後のゴシックはこれは石造りでしょうか、ね、柱はどこにあるんでしょうか。これは実はこれフライングバットです。これそれがもうみんな細い点に分解される。ペリメントも細い線と点に分解する。柱も細かいものになる。要するにだんだん被膜的なものの方に移っていきますか。もうこれがフランスを離れますと、もういよいよない。イタリア行くとこうです。もう細い細い柱になっちゃって、あの細かく石をあの割る。それを束ねたものになる。これを石像の進化というのか、洗練というのか、大敗というのか、これはまあ読む人によって自由に言えばと思いますね。で、こういう傾向はあのゴシックの後期にとりわけ強い。あるいは遊ぶ、ね、支えてるならしっかり支えろって言いたくなるけど、そうじゃない、ね、まずそういうしっかり支えるなんてのはダサい、今でもそういう考えもあると思いますが、ちゃんとやってるのはいいんだけど、やってるのは見せるな、何気なくやれ、ね、あのそんな堂々と俺がちゃんとやってるなんていうのはあいつ嫌なやつだよ、あんなに人と付き合うなっていうような、まあ、感じがあるね、これ ねあのゴシックの最後はこういうもんです。これはもうイタリアに行ったゴシックです。ひどいねこれなんか。お前柱をどう考えてんだって言いたくなるけど、これが受けましたねイタリアでは。あのイタリアに正式なゴシックはないんだっていうのはこういうことから言われます。僕が習ったあの藤間外次郎先生は大の古典主義者ですから、たまたま僕たちがこういうの見てるのを見たら、レルカのごとくやって、そういうあのなんていうかな、精神を汚すような建築の写真を見るなとかなんて言われた、はい、まあそういう観点もあり得る。もう飛びますよ、どんどん。もう再びそういうものの後にルネサンスが起きている、ね、ルネサンスは簡単に言うと古典主義の復活でありますが、あのさっきの言い方から言えば、もう一遍洞窟のイドラが表に出たものから、もう一遍列柱のイドラ、堂々としっかりした秩序、形式、力、意志というものを表に立てようというのがこうです、ね、しっかりした列柱、円形、まあ、これが一番いい例かどうか分かりませんが、まあ、あのこのブラマンテのテンピエットで代表しますので、でその系列は古典主義の中にずっと流れるわけで、そこから100年後のバロックの始まりの時の、ベルニーニも立派な堂々とした柱を建てる、これは、まあ様式的にはいろんな違いが出てきますが、大きな古典主義の流れではまだ列柱のイドラが表に堂々と支配している時代って言ってもいいでしょう、ね、これはあのイタリアのバロックです。さっきのブラマンテが15世紀だとすると、これはその150年後ぐらい前、大きければ次の世紀、
7世紀に入ってのペルニー。これは地下のサンピエトロの広場を囲む大列柱で力強いね、しかもきちっとしてる。ところがね、同じベルニーニも同時にこういうのもやってるわけですね。ね、これはさっきの列柱はこちらに当たります。でこの真ん中のバチカンの中心部、これは一番最初フラマンテがやって、最後に、ミケランジェロが完成した歴代のルネサンスの建築家の連作でありますが、この上に乗ってるのはミケランジェロで、この中に最後にまたバロックの建築家のベルニーニがこのバルタッキーノっていう一番のこの鳳凰の上の天蓋を作った、これだけでも十分の大きな建築です。でこの柱を見てください、こういうぐにゃ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 ってね、ぐにゃ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 、柱を支える木があるのか君はっていうことです。でこれはバロックの一つの典型的なもの、もうキリがない。でバロックをいっぱい本当はお見せしようと思いますが、今日ちゃんと8時までに終えたいので、バロック好きな人はどんどん見てください。いいですか。でバロックが最後に衰退っていうかのものが、18世紀のロココですね。ロココ、時代はフランスの、18世紀、ちょうどフランス革命に突入するフランス、断頭台で首をちょん切られたマリー・アントワネットが一番好んだ様式がこれです。マリー・アントワネットは、こういう優雅な遊びのような建築を好んだ。ここにおいては支える支えられる、ね、力がどう流れるそういうような順序だった形式は一切消されているわけですね。むしろ消すことを好んだわけですね。でロココ趣味っていうもので、まあロココっていうのはこの時代のこういう華やかな装飾的な趣味で、今も建築家こういう歴史系もの残っている以外はあんまりないですが、家具だけはいっぱいありますね。日本にある結婚式場の大抵待合室っていうのは大抵ロココですね。デパートやなんかとか、教会っていう名前の結婚式場が日本にある不思議な国でありますが、そこにあるのは大抵ロココの家具だね。面白いと思います。どういうつながりなのか、まあ家具の中でいっぱいあります。でロココってのはどういう意味かっていうと、ロカイユっていうので、それはね洞窟っていう意味です。ね、これみんな洞窟の中のね、こう石がデコボコしたり、それから貝殻がぐちゃぐちゃくっついたりする、そういうものに似てるので、これをロカイユ模様と言ったんですね。あとで綴り書きますが、まあ綴りなんかどうでもいいかもしれない。 ROICOLLE かな、ロカイユ。ロココは ROCOCO ですね。ロココってのはだから、そういう小さな小石がね、ぐちゃぐちゃ積み重なった穴ぐらいみたいな形を言うんです。まさにそれでしょ。でこれはね、実は、健全な15世紀のルネサンスの時にもすでにあるんですね。さっきの共存してるんです、ね。これは15世紀に16世紀に入ってますけれども、ミケランジェロ の皇帝だったヴィニョーラっていう人が作った、別荘のこれ縦穴みたいに別荘の中庭がこう下がっていって、下がったとこに泉があります。この泉の底にある、ここに不思議な穴蔵がある、泉が湧き出るグロット、もうこれをこれを頼んだ法王ジュリア、ユリウス3世かな、なんか大いに好んだんですね。こういう不潔な異端のものを聖職者が好んでいいのかって言いたくなるような空間です。でこれはね、
もうその後大流行ですね。ね、もうキリがない。これを思い出してるともう笑いの連続でいっぱいありますが、今日やめますが、ルネサンスの終わりの頃にパラソピティの庭に作られたグロッタ。グロッタっていうのはあの洞窟っていうことですね。でこういうのをグロテスクっていうわけですね。ね、グロッタ風っていうことでグロテスク。なんだあいつの服装グロテスクだなとか、なんかグロテスクな建築っていうのはこういうグロッタみたいなって言うんです。グロッタってのはこういう掘った穴です。ね、で鍾乳像が垂れて、ね、で不思議な異国の神がいて、そして女と卑猥な行為にふけてるっていうこういう絵が全部彫られてるわけでね。でこれが全部グロッタ。こう。だからで上から鍾乳像が垂れてきてできたものとかね、まあこういうものですか。これがグロッタです。もう最後。もうキリがありませんから、これ時間であります。で近代建築、こういうのの後にもう一遍ギリシャ復興様式っていうのが出てきます。だんだんね、周期が短くなってきますから、ほとんど同時っていう感じもありますが、大きく言いますと18世紀の末から19世紀の末にもう一遍古典への回帰があります。これが古典主義っていう時代ですね。新古典主義で、その時にギリシャの遺跡への研究が進みました。でそういう学問的な理由もあります。ですからそれまでほとんど知られてなかったギリシャの遺跡が身近なものになったということもありまして、ギリシャの様式がもう一遍復興してきます。でこれがヨーロッパの帝国主義の時代と重なるわけで、各国列強と言われた国ね、フランス、イギリス、スペイン、ちょっと追っかけて遅れて、スタートが遅れたドイツっていうのはみんな追っかけてそれをやります。でその時になったのはみんなこの様式です。今でもなくもう何遍も繰り返したことで、列柱柱っていうものはそういうものの表現にうってつけだったわけです。これは世界を支配したイギリスの帝国主義が作った最大のギリシャ復興様式、大英博物館、ブリティッシュミュージアムです。これ世界から略奪してきたもの全部並べてるわけで、全然謝らないイギリスは、ね、お前たちが放り出してきた俺が救ってやったんだって感謝してもいいんだけど、取り返すと何事だって、まあ、言う。もうザーもうギリシャのペリメントかなんか身の上にザーッと飾ったり、エジプト のロゼッタストーンか何か身の上にある。でそれにふさわしい堂々たるもの。ですからこういう古典主義が国家の権威と結びついた例はもうキリがないというか、まあ建築士の本を広げればほとんどそれに満ちている。ちょっと遅れながら、言った、帝国主義としては実は、劣等生のイタリアもうようやくイタリアを統一を成し遂げた時には、なんと俺たちもやろうぜっていうわけでやった。これはヴィトリオ・エマニュエルっていうイタリアの統一を成した人、蹴った人の記念碑、ローマの上に立ってますね、ザーッと。その奥にカンピドリオの丘で、ミケランジェロの傑作がありますが、大抵観光客は素通りしていくと思います。建築家はどうかは分からない。まあ、しかしこれはそういう力を立柱によって表示した建築の代表 でしょう。遅ればつながら行ったドイツ。その時には、シンケルっていうミースやなんかの先生になった大古典主義建築家がいますね、シンケル。でそれはようやく国の統一を成し遂げて、遅ればせながらイギリスやフランスに、挑戦して世界の支配に乗り出したドイツは、まあ、ベルリンという街を作りますが、でベルリンをの代表的なものはみんなこの古典主義です。これはシンケルが作ったベルリンの劇場で、もう古典主義のもう模範作だね。ね、堂々たるシンメトリー全部持ち上がった。で室内にの劇場ももう古典主義の代表作です。ということで建築士ではシンケルは古典主義者、その代表的な建物いっぱい作った教科書、歴史のページにいっぱいある人でありますが、彼が若い時ドイツはフランスとの戦争に負けてめちゃくちゃだった、ね、
で彼は建築やる、彼だけじゃない、ドイツの建築家には建築やるチャンスは全然なかった。その時に彼何やってたか、こういう絵を描いてたんですね。これシンケルの絵です。素晴らしい絵、あの絵の本でも我々に注意力読みになりますと、あのドイツロマン派の絵描きの中の代表の一人がカール・フリードリヒ・シンケルです。でこれ同じ人です。このなんかドロドロとした暗い絵、そして不思議な、ね、こうそそり立つ、暗闇を抱き込んだ、幻のような大カラー、これはシンケルの絵です。彼の中にあの古典主義者のシンケルの作品を見てからこれ見るとね、同じ人かと思いますが、そういうのは両方あり得るのは人間なんですねと思うんです。あるいは両方あるからシンケルはさらにいけたのかもしれない。例えばまあ、ちょっとその後でシンケルの後を追ったドイツの有名な建築家の、ミース・ファンデル・ローエも彼の初期の絵は何か不思議なそういうものですね。これも彼の初期 の、 スカイスクレーパーの計画案でありますが、大きい不思議だ、人間はこんなちっぽけだ、ね、それでどう立ってんのかどうかよく分かんない、ただゆらゆらと揺れる壁だけがこう大きな巨大な建物を包んでるわけ でこれによって、現代建築の、幕が閉じたとか、この一発のドローイングで世界が変わったとか、まあいろんなこと言われますが、どうってことない、これは壁を力のないゆらゆらとしたものに転化したというふうに言えばそれだけのもの。ここで壁はほとんど支える力もない、ほとんど何でしょうか、厚さもない被膜になって揺れてるだけの絵です。で彼が実際に建物をやった時の晩年の最高の建物、まあ最高って言っていいかどうかわからないけど、ベルリンのミュージアムで、彼はもうこのミュージアムはミースが生徒の力を込めて何枚も描いても、ほとんどこの柱は一本です。これはこれによってここが囲まれてて、鉄骨の梁がこう乗ってて、こう乗ってる。これさっきも何度も言うように、ほとんどギリシャの建築 の、 置き換えです ね。でそれをやってこの中にガラスの壁を立てて、そして展示してありますが、まあ展示はどうぞ勝手にやれ、俺は柱だけ立てたって言うんだ、ね、ニースの中にも2つのイドラがうごめいている、これですよ。ちょっと写真が悪いんだね、これなんか変色してきちゃった。まあご覧になっている方も多いでしょう、こういうものですか。でだんだん時間がない、はい、ほとんど同じ時代、ニースと同じような年の人、シャルーンという建築家がいます。でシャルーンもドイツの、大戦の間、計画案だけでほとんど建てるしことはなかった、ハンス・シャルーンっていう建築家ですね。彼が描いてた絵はこういう絵です。これなんかまさに洞窟のイドラだ ね。その奥で火が燃えてうなうなと作って、彼はいくつも絵を描いていますが、これは彼のイドラと言っていいでしょう。で彼はそうやってずっとやってて、でそして、戦争が終わって、そしてドイツが復興してきて、彼に突然チャンスが訪れた。それはこれです、ベルリンのフィルハーモニーホール で彼はそこの中で彼が貯めてたイドラを燃え立たせました ね。当時の建築としては非常に異色と言ってまあいいでしょう、異色じゃないんだけどね、っていうのは表現主義からこういう流れはずっと来てるわけですから、そう考えればっていうか、まさに僕が言ってるのはそれはずっと続いてる人間の一つの心の動きですから、何も不思議でもないんだけど、そしてミースの建物のすぐちょっと後ろにある、後ろでもないけどまあ近くにある、中は
これも写真悪い。そういうものです。あ、ですから近代建築の中にも2つ流れているというか、もうあのガウディはその代表ですね。我々にとっては我々というか、まあ、建築やってる人間にとってはガウディはそれは一つの独自の個性の人間で、近代建築の中にいくつか出てきた一つの流れの一人だということは普通に受け取りますが、これは一般の人に訴える力が非常に大きいということを僕痛感しますね。僕もこの頃、自分の年と大学を離れて長いせいか建築の仲間じゃない市民とかね、高校生とかね、そういうところで話をするときに必ず誰か質問するのはガウディだね。先生ってガウディってどういう人ですかとか、ガウディの建築はどうやって作りましたとか、とは、うん、やっぱ世の中の人はガウディは面白い。もう旅行の中で、ね、ガウディを見る旅なんて一体何枚駅前に積んであるかわかんないでしょう、ね、っていうぐらいガウディは人の心を捉える。これは人間の心の中にあるイドラに一番よくこれ働きかけてるということは間違いないと思うんですね。でもこれも普通に言えばそんな特別なわけではないので、後期ゴシックあるいはゴシック復興様式の中でいくつもの流れの中から出てきているものですから、連続した形を拒否する、連続したじゃない、分節された形を拒否する、で全部をぬめった形で作る、これは後期ゴシック の基本的な意図があるんです。古典主義は分節をする、分節って分けるということで、柱はここまで、キャピタルはここまで、中東はここまでというふうに分けるのと違って分けない、ぬめぬめといく、ぬめぬめひらひら、それはなんか人間に訴えるんだね。僕は学生の頃やっぱ不思議な建築家がアメリカに現れた、この頃でも知ってる人いるかもしれない、パウル・ソレーリっていう人でイタリア人ですけど、アリゾナの砂漠の中で不思議な建築のコミュニティを作った、プロジェクトをいっぱい発表した。で、普通に学生の時にそんなドローイングがいっぱい出されてみんなびっくりして、でみんなアリゾナまで見に行ったり彼のところに泊まったりなんかしましたが、彼のは砂漠の中に砂を持ってでこういう形作ってコンクリートを流して掘り出す、この頃日本でもそのことやってる人がいるらしいけれども、これは昔からやる一つの作り方で、ね、で建築の仕事出てこないから焼き物作って売ってそれで暮らしてる。焼き物も似たようなもんですから ね、パオロ・ソレーリの建築もそう。これは比較的建築的っていうか、分節された形に近いけども、でもこれも同じように掘り出された洞窟の形をしているというのは同じ。はい、僕の学生の頃やはり一つもう一つ僕たち驚いたのはこのサーリネンの TWA の建物で、これもヌメヌメとつながっていく、壁がどこから始まっていくのか、天井がどこに行くのかわからない、でもこのための建築結構あるわけです ね。この頃またそういうのを売り物にしてきてるのもいくつかありますが、それは一つのずっと昔からある一つの洞窟のイドロです。それを近代のやり方でやるのはどうか、サーリネンはこれは全部カタログの中で、継いだコンクリートを打ちっぱなしで作ったわけで、それを塗り物でやるのか小さな石で積むのかいろいろあります、ね、日本もその繰り返しなんですけど、もう時間がないから大きく言いますと、こういう書院作りの堂々とした形、古典的な形から屋根をふーってこういう形にする、これはカツラリックですけど、この書院風のすき家あるいはすき家風の書院っていうのは同じ2つの大徳の揺れ動きの中で見ることができると思います。これは全体としては古典主義ですね。しかしながら屋根のむくりが反対になったことによって包む形がいっぺんに支配的になったということで、洞窟あるいは包む形がより強くなった、こういうことで、それがすき家の始まりですから、すき家はそこから始まりますと壁を弾かに薄くする、で壁がペラ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 動いたりする、で内部に行きましても総員というものはこういうふうに柱が支えてるのか、ただあれなのかちょっと
この床柱を映しませんでしたが、床柱をわざと斜めになってたり、ものによっては床柱が地面までくっつかないで宙に浮いたりする、ね、そういう柱もいっぱいあります。ということで力を支える形を、あえて見にくくする、これもちゃんと力を支えてるわけですけどね、それを見にくくする、壁も小さな点に分解する、面も小さな面に分ける、一つの様式の成熟の時に生まれる一つの傾向です。人間はそこに帰りたい、そういう気持ちが誰でもあるんですね。草案というとこうなります。これは実際どうしたのか分かんないけれども、まあ一応西行が隠居した家ということになって、ほとんど立て穴塾ですね。心を休まる、本当に休まるかどうか分かんないけど、休まるというふうに想像できる形、これが洞窟の井戸です。最後に僕もすごいいくつか洞窟の井戸をやりましたからお見せします、ね、もう多分全部テンポラリーな建物です。 今はもう存在してない。これは筑波博でやった時の建物で、巨大な、まあ巨大って言ったら今の建物に比べちっちゃいですけど、二重幕のああいうアーチの形をカナダのピエール・ジェドラっていう若い不思議なヒッピーみたいな建築家と友達になって、よしやろうぜって言うんでやったもの。これはね、空気膜って言ったって空気の中にここに入ってたわけです。この中にで、この中にこうベルトが入ってて、この形をそのベルトが固定しますから、これ空気で押し上げてるんじゃないんです。この形になってます。で、軽いでしょ。ですからこの細い柱の上に乗る。で、これはただ塞いでるだけです。そういうものです。そういうものでこれ空気入れていくと、最初ペチョッとしたのがジュッ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 ポンって持ち上がる。まあそういうものです。まあそういう一時性も面白くてやったんですけど、一番面白かったのは内部でね、こういう空間ができます。ですから普通の建築で作られたものと違って、何か巨大なモビーディックか、クジラのお腹に包まれたみたいな気持ちになって、一時的な博覧会の空間としては面白い効果が出たと思います。普通経験できない空間ですからね。でこれは一つで解けたからいいんですね、とまあ思いました。これ外してどこで持ってくるんでね、自衛隊が買ってどっかに持ってこうっていうことになったんだけど、どこ持ってったか知らない、はい、どこでも立つんです。こう巨大なマスがね、重さがないっていうのね、まああるけどほとんどない。だからあんな細い柱の上にふわっと乗ってるでしょ、ね、そういう効果が、洞窟的な効果を非常に思った以上に出してくれてね、大いに僕たちは満足したんですけど、博覧会筑波博が終わって、今はもうもちろんありません。もう一つ博覧会のためにやったんで、これを横浜博でやったんで、これも仮説的な建物で、薄いひらひらなものだけで包んだわけで、屋根を上から吊ってる。でもちろん屋根重いですから、上から引っ張ってるもので、吊ってるわけですけども、一番の問題はこれ風で飛んでくわけですからね。この時の問題になるのは、この荷重じゃなくて風圧です。で風圧で飛んでくる。ですからこれで引っ張らなくちゃいけない。でここに巨大なコンクリートの塊があって、これで引っ張ってる。で目で見るとね、別に飛んでいかなくてもね、なんかいかにも飛んでいくように見えるのね。こう実際に行くと、ほっとくと飛ぶぞって、だから一生懸命止めてんだっていう感じがね、やはり博覧会の建物らしくて、一つの効果を出したと思っていますが、内部はこんなスカスカ、で夜になるとなんか怪しげに来た。でこの跡が今横浜のみなとみらいの高い建物が建ってる場所で、これも幻のように消えた。博覧会の後、市民がこれとても
好評で残そうっていう運動も起こったんですけど、僕はいや残さないでくださいって、これはもう一時的に作った建物を残すほど、いやお祭りの建物はお祭りで消えるのがいいです、ね、お祭りの後までお祭りの装飾が残ってるのは寂しくて悲しいですよって言ったら、ああそうですかって言ってみんな壊してくれた、ね、そういう建物です。あ、これは前にもお見せしましたけど、柱その奥に包まれた形、まあこれもお見せしましたけど、それはそれを2つ小さな建物で組み合わせた例、まあ特にお話しすることもある。これ12本の柱、二重に積まれた中にみんなが行こう空間を作った、まあ聖堂って名前になってますけど、これは休憩所です。トラピストの修道院の前庭に立ってますから、いらっしゃった方があったら自由に入れますから、ちょっと時間を使って、ついでに言うと、その前のこちらの大きな壁に今僕は巨大な粘土のレリーフを今自分で作っていますので、あと2ヶ月で、姿を現すと思います。はい、ということで今日お見せしようと思ったスライドはそんなところです。これはちょっと取っ手つけたような話と思われ、つけ明かりつけてました、でもいいんですけど、僕はこれはただの話の面白いっていうことじゃなくて、自分が作るときにでも歴史的に見るときでも、あるいはいろんな人の作品見るときにでも、こういう見方は僕としてはね、常に人間の中に、こういうことですね、言ってみれば、人間を主役して、これはこういうタイプ、こういうタイプ、こういう人はこういうもの人、ライトはこういう人って、こういうふうに言うのは簡単ですけれども、それと同時にそうじゃないものがあって人間を動いているわけですから、そういうところを見るものね、人間の中にある葛藤が見えないと、本当の理解にならないんじゃないか。様式も単純に、中世の様式はこうで、何はこうでっていうふうに整理された歴史は、単純な教科書に時々ありますが、なんか実際に見た時の面白さが興奮がなんか消えるような感じを持つことあるでしょう。それは何かそういうものの中に潜んでいるこの葛藤する、まあ、たまたまイドラって呼びましたけど、そのものを使い損なっている時じゃないかっていうような感じでこの頃思っているものですからちょっと書きました。ただどっちがどうっていうことであります。ただどっちが極端になると帝国主義みたいになったり強国みたいになったりすることもある。この頃はなんか柱をみんな斜めに立てないと柱じゃなかったり、なんか壁はぐにゃぐにゃしないと壁じゃないみたいな、それもちょっとどうかなと思ったり、まあそんなことも思ったりいたしますので、まあそこまでで終わります。先生、本日も素晴らしいお話をどうもありがとうございました。本当にお話を伺っていて、もうどんどん興奮してきてっていうか、もう知ってるはずの建物もまたそうだったんだとか、こういうこともあったんだとかっていうのが非常に興味深く話伺わさせていただきました。それでは何か先生にご質問の、またこういうところをもうちょっとお聞きしたいというような方がおられましたら、どなたかお手を挙げていただければ質問いかがでしょうか。何か最初の時に講義っていう話があったら、講義じゃないんですね、談話会っていうことですから、ね、皆さんの話を聞かせていただけるということを理解してですね、なんかただもう前の方がいいって言うならもう前にしましょう。なんかこんなことを聞いてもいいのかしらとかね、もう全然この会はそういうのが全くありませんので、どうぞご遠慮なく、何か先生に本当に貴重な機会ですので、ご質問ある方お手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょう。あ、はい、どうもありがとうございます。ちゃんと建築の勉強したわけじゃないんですけど、壁と柱ってどっちが先にできたのかなって考えることがあって、で何年か前にアフガニスタンの難民キャンプに行ったことあるんですけど、キャンプだと絶対壁を作るんですね、みんな土壁みたいなもので、それを見て僕は壁が人は先に作ったのかなと思ったんですけど、実際は
どっちが先なんでしょうか。僕もね、これ理論的っていうよりも自分の肉体的に経験した中でね、同じことを何べんか疑問に思って答えはないんだけどね、それはどうかって僕ね、まだ20代の終わりに、アリゾナの砂漠の真っ平らのところで野宿したことがある。真っ平らでしょ。まあ誰でもそういうとこないけど、それとほんのちょっと何か寄り所の行くとこを一生懸命さ、だんだん日は沈んでくるしね、壁の少しのくぼ地とか石とかですから、そういう一番の極限の状態とかね、あるいは人間の一番の原始の状態を考えれば、やはり何か壁に近いもののところにまず身を寄せたっていうことはあるだろうと思いますよね。ですからそういうことから言えば、私人間にとって一番まずあるものは見出して使えるものは壁だったっていうことを言えるんじゃないですか。ただね、この同じような疑問をちょっと今名前を戻せませんが、人類学者たちも持ってて、そして大抵僕たちの持っている本、さっき見せたの一つですけど、あるいは子どもの持っている本を見ると、人間は一番最初洞窟の中で暮らしてましたとね、それから洞窟穴から出てきて表に家を建てましたと、ここに書いてあるけど、あれはどうも間違ったんじゃないかと、人間は最初から家を建てたんじゃないか、でそうでなければ人間っていうのはありえないっていうことを言ってることもある。ただその時のタイムスパンはね、たまたま一晩泊まるっていうような話じゃなくて、もうちょっと長いと思うんですけれども、洞窟が先じゃなくて、構築した橋だと上ね、それはさっきからドルリュッカ書いてみたいな、もっとプリミティブなものかもしれないけど、やっぱ構築ね、単に見出すだけじゃなく、見出すだけは壁ですよね、壁か石の壁とか、だけじゃ構築は最初から人間がやったんじゃないか、そうでないと人間というもののこの特性ね、動物の違いを説明できないって言ってる人もいますね、と考えると同時かもしれない。面白いですね、面白い。それはまだそれぞれいろんな考えの中で力点の動物かっていうことかもしれませんね、でも一番基本的な質問だなと思います。はい、あなたの答えはどうですか。どうですか。僕はそうね、やっぱり最初に壁を建てるのかなっていうのは、そういう経験的なことしか僕分かんないんで、そう思いました。そうね、写真、最後に外したんだけど、人間が一番ね、文明的な状態に達して特に原始的な状況を一遍繰り返した時期が一つあります、よく分かる。それはアメリカの開拓時代、最初に行ったアメリカ人は文明人なんだけど、裸でアメリカのとこ行ったでしょ。で彼らが最初に作った家っていうのはダグアウトって言って、今の野球のダグアウトって言いますけど、あれ掘ってやった、半分半地下の建物ですね。ですからまあそれが一番最初に人間がただ肉体だけね、専門職も何もないし道具もない時に作る家としては、まあ似たようなもんじゃないかなっていうことを言っても言う人もいます、参考まで。それだと僕も作れるかなと思うんでね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他にどなたか。あ、すいません、今大学で建築の勉強をしているものなんですけれども、ちょっと今日のテーマから外れてしまうかもしれないですが、建築、大学で建築の勉強して課題を出されるときにいつも悩むのが建物の形態、形なんですけれども、その先生はその建物を建てるときにその形を決めるときに、まあどのようななんていうの、よりどころというか、こういう理由があってこの形にしたんだよってことを、なんでこういう形にしたんだよってよく先生に突っ込まれるんですけども、先生はそこら辺どのように考えながら設計されてるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。これは建築勉強するとき切実な問題だね。僕もそういう時代もあったなと思いますが、まあこういうふうに整理できるんじゃないかなって
思うんですよ。この前も若い人にそういうこと聞かれたんだけど、今日もたまたま井戸だっていうことを言いましたけど、それがどこまで具体的に整理されたものであるかは別として、何かやっぱ人間の中にある一番根本的なイメージは必ずあるんですよ、うん、それがはっきり出てない場合もあるし出てる場合もあるけど、子供だってみんな持ってます。やっぱそれがないとできないよ、うん、で意外にね、建築の学生でね、今あんまりたくさんね雑誌読んだりね、最近の作品ばっかし見て頭いっぱいになってると、一番根本的なそれね、うん、例えばどういうとこに、さっきの質問にも通じる、どういうとこにここに行けば自分は安心する拠り所になるのか、あるいはどういう形になればなんか心がバーってこう高められるようなものになるのか、あるいは仲間と一緒に仕事をしたっていうことを確認できるのか、まあ、建築の時には例えばそういうことって大事なんですよね。自分一人だけの空間っていうことはまずないわけですよ。必ず家族か、まあ例えばの例ですよ。そういったの一番のものを持ってないことは絶対いると思います。で僕はこのイドラっていう変な名前で言ったのは、実は言いたかったのはそこでね、だんだん今それ薄られてるんですよ。いろんな言葉で言われますよ。情念でパッションって言われたりね、自分の原風景だとか、いろんな人が言ったのはみんなそうで、でこれはね不可欠だね、うん、そして残念ながらこれは情報が多くなった若い世代にとってはむしろ不幸にして遠くなってることだなってこの頃感じるんです。でこれは自分で自分なんか掘り出すよりしょうがないと思います、うん、単純な作業をする、単純な人間関係の中で汗を流す、苦しむ、家族兄弟近隣、うん、あるいは女友達とか何でもいろいろあるけど、そういう苦しみっていうのはなんかみんなそういうのに結びついているわけで、今日僕柱屋なんかも強いて人間の元に出しているっていうことを、まあ、ちょっと触れたのはそういうことで、建築のいろんな問題は基本的に全部人間の問題と具体的に人間関係とかさ、成長するときの苦しみとか、もうほとんどに建築の建てる中に、あるいは建築を引いた建ての中に入ってるっていうのは、それを示してると思うんですね。まあそういうことで実際の肉体を通した経験はないと、知識だけじゃそれはできないということが一つで、今度これ前半ね、半分、もう半分があります。でそれは建築の実際プロジェクトを作るときに、君たちの大学でどういうふうに出されているか知りませんが、必ず具体的な条件があるでしょう、ね、具体的な条件をしっかり押さえない限り建築はできないと思います、ね、でこの頃は空想的なプロジェクトを出す場合がとても多い方だけど、あれはね僕はむしろ不幸だと思います。建築のいいのは必ず具体的な条件があって、それを手がかりによじ登っていくわけですよね。手がかりもない空間に放り出されて、お前登れって言われたって岩登れないでしょう。目の前に絶対に何か言います。それは具体的にどういうプロジェクトで出すのか、町の再開発なのか、自分の小さなコミュニティのための建物っていうことなのか、その具体的なプロジェクト、手がかりなしのもの、まあ僕は何年か前に学生の、卒業設計のコンペティションかなんかのところの審査員やって、とても僕、あの時椎名さんも一緒だったか忘れたけどね、なんか、うん、その時とっても抽象的なのが多いですよね。それはね、僕たちの方も考えにくいなと僕は思ったんだけど、作る方はもっとそうじゃないかって思うんです。建築の絵はただ白いキャンバスに描くんじゃないんですよね。必ず具体的なものがあったり、力学的な条件があったりします。でその全てを解くことはまだ初時は難しいでしょ。全てを解くっていうのは実際の設計ですから。でもプロジェクトの時にもね、このプロジェクトではこれを問題にするって具体的な手がかり、あるいは踏む足場っていうのは考えることが大切じゃないかなと僕は思います。それはでも指導する先生によって考えが違うかもしれない。もっと非常に抽象的なね、何か変なコンピューターに出てくるマトリックスみたいなもので作れっていう人もいるのかもしれない。でもそれは僕は僕の範囲を超えてる。僕は建築の面白さは今日の出発点でも言ったように具体的であるっていうことは、生身の人間がいるっていうことですから、やっぱりそこをよじ登っていくっていう、それは時にはね当たり前のものだったらダサかったりするよ、うん、でも
ちょっとでもそうやってよじ登っていくと面白いものになるんじゃないかと思いますが、参考にしてください。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。もうお一方くらい、どなたかご質問いかがでしょうか。もう非常に貴重な滅多にない機会ですが、はい、どうも先生ありがとうございます。一つ聞きたいのは、まあ、これは人から聞いたんですけども、はい、コルビジがね、まあ、例えばインドでそのシャンディガールとかそういうのを作るときに何をしたかっていうと、まずとにかくいろんなその周りをサーベイして、いろんなスケッチを描いて、その土地をまあ理解するっていうか、まあ、先にそういうのを相当やったっていう話を聞いたことあるんですけども、先生の場合はどうでしょうか。いや、まあ、僕の場合はもちろんそうですし、それはどうでしょうか。僕は建築家の人間は誰でも欠かせずやる、もう基本の条件じゃないでしょうかね。別にコルビジに限らないんじゃないですか。やらない建築家いたらむしろ不思議だと思いますけどね、僕は。はい、まず敷地を破壊歩き回り、調べられることを徹底的に調べて、そこからに、それはさっきの質問につながることでね、と思いますけどね、はい。しかもそれはなんか義務っていうよりもね、僕に言わせればあれが一番楽しい時でね、一番最初の敷地の中に行って何もないところに立てる時には、まあコストの制約もないし、放棄の制約もないし、その時にいろいろああだこうだ考える、歩き回りながらね、っていうことは一番楽しい時なので、まず楽しいっていうことで建築家やるんじゃない、報告書いつまで出さなきゃいけないっていうのをやるっていうことじゃ、まああるかな、あるけど、という思いますが、ただおっしゃるように、これでやった特別な何かやり方があるのかもしれない。それは僕ちょっと知らないので、答えできませんが、ただ、敷地をもう徹底的に歩き調べられること、目で見られる、足で見る、さらに文献やなんかも調べる、これは小さな住宅だって何だってもう基本中の基本、不可欠、と思います。だからプレハブ住宅なんかで抽象的な設計って何のかな、あるかもしれない分かりませんか、はい、と思いますけど、はい、とりわけゴルビジアのああいうシャンディガールみたいな新しい都市で、しかもヨーロッパと違った風土、習慣の時には、やらないでやることはできないからと徹底的にやったんじゃないですか、でも不完全だったからあそこ誰も住まないで、みんな端っこのスラムに住んでるって言われますけどね、まあそこはよく、コルビジェはもっと専門家がいらっしゃるから、コルビジェの具体的なところはちょっと、そっち、まあ、そういうので聞いたんだけど、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。よろしいですか、他に何か聞き残したこととか大丈夫ですか。でも今日はありがとうございました。で、一つ質問をお聞きしたいのですね、ちょっと今日の話とは違うんですけども、先生今度新国立の国になられましたね。だからそこでですね、日本今在阪のやつはかなり日本の、伝統的なものとは随分違ったものでしたけども、今回新しいやつに、まあ新札に当たりまして、日本的なものに根ざしたということについて、どういうふうな捉え方を、審査員としてなさるつもりなのかっていうことを聞きたいなと思いました。いや、先生、分かるなって大臣に言われたんですよ。いや、でも一般的な質問と理解します。で、第一番目の風土や何かに根ざすっていうのは、先ほどの質問とも通じることで、もうこれは建築の基本で、それに根ざさない建築は理論的にはありえますよね。どこかで作って建てて、そういうのもいっぱい世の中にありますが、それは建築の本質から言えば、建築の一番面白いのをいわばに応えてないわけで、建築は風土敷地に属すもので作るっていうのは、新国立ならずとも全て
望まれることであって、ただ今度 の、 審査の要点は新聞やネットにも出てるわけですかね。あちらそこに出てるのだったらそれでその通りで日本的な風土に根ざしたデザインを求めるっていう、でもそれをわざわざ入れる必要はないんですよ。どんな場合にもそうなんだけど、それ入れたのは確かにおっしゃるように今まであまりそういうものじゃないものがのさばりすぎたね。インパクトっていう、なんだかどういう翻訳するかわかんないけど、そういう言葉でインパクトがあるっていうことでのさばりすぎたことに対する警告としてどうしても入れろっていう、ことで入れられたわけですが、真意はそういうことで別に和風を求めてるのでもないし、しつけを求めてるのでもないし、まあそういうのが出てくるかもしれない、僕は分かりません、はい、ということです。ですから根本はそういう建築のどんな場合にも共通の風土、敷地、それから機能に率直に根ざすもので作ってください。この後は建築の第一次科目の授業で言ってんじゃないですか。でそんなものを世界から応募する建築家に言うんですかって言ったんだけど、いや入れないと I1 が出てくるんだから入れろっていうことですから、入れたっていうことでお笑いの文章だと思いますが、まあそういう状況だったということじゃないですかね。しかもあれを実際選んだのは建築家協会の会員なのかどうか僕それ知りませんけれども、建築家が何人も入ってて選んでるわけで、しかもここで選んだのはデザインだけでお金のことは議論しなかったって、そんなこと建築家一体建築家であり得るのかって我が耳を疑いますかね。どんなものでも建築家っていうのは建築家が作る形、あるいは判断する形はコストで、コストの根本になるのは構造形式の合理性、あ大加工の場合にはとりわけそういうことになるわけで、そういう判断が当然入ってるわけで、いやー私たちはコストの形だけで選んだっていうのはそれは建築の確かに、ね、信頼を根本的に揺るがしたことだと思うんですね。ですから、まあ、そういう言葉を入れられたのはしょうがないだろうと思っていますが、真意は当たり前のことじゃないかと思います。なんだか変な返事だね。いいですかね。